各社コース上に揃っていただきましたので、ドライバー紹介をしていきたいと思います。新東京サーキットチャレンジカップ第1戦カデットオープンクラス決勝ヒートグリッド紹介を行います。予選ヒートの激戦を制しました。ポールポジションカーナンバー31番 RT ワールド中島総選手、2番グリッドカーナンバー14番ガレージカイト上田亮太選手、3番グリッドカーナンバー40番 J ブラッドレーシングファクトリー石崎修也選手、4番グリッドカーナンバー30番ズルスピード石川春田選手、5番グリッドカーナンバー39番スクーデリアエッジ大竹春樹選手、6番グリッドカーナンバー20番フラックス MS 鈴木タイト選手、7番グリッドカーナンバー41番 RT ワールド大村海田選手、8番グリッドカーナンバー38番チーム KBF 東圭一郎選手、以上の8台でカデットオープンクラス決勝ヒート間もなくスタートになります。さあグリーンフラッグが振られフォーメーションラップがスタートしていきました。先ほどの、ね、予選ヒートを、見ていたら、まあ、終始中島選手走っていたんですが、中盤からね順位の入れ替わり等々があって、ファイナルラップの本当モナコヘアピンで動きがあり、この予選ヒートそして決勝ポールポジションを勝ち取ったのはポール、カーナンバー31番の RT ワールド中島総選手でした。さあこの決勝ヒート、さっきね中島選手ちょっとお話をさせてもらったんですけれども、まあやはりね今日はさすがにそこまでマージンがないという状況ででしたが、まあこの決勝ヒート各ドライバー頑張ってほしいなと思います。さあ上田選手もですね、じわりじわりと順位を上げてきましたし、今日は優勝をもちろん狙ってきてると思いますので楽しみです。さあシグナルがブラックアウト、予選ヒートから決勝ヒートスタートになりました。さあ上田選手絶妙にスタート決めていきましたね。しかしながらホールショット1コーナー奪っていたのはボールポジションの中島総選手、しかしね落ち着きがある2番手を走る上田亮太選手、今日は非常にね落ち着いた感があります。さあ3番手にはカーナンバー30番石川選手がつけていますね。さあこの上位3台が間隔が近い、その後ろ4番手争い、4番手カーナンバー40番石崎選手か。さあこのオープニングラップを取ったのはカーナンバー31番中島総選手です。2番手に上田亮太選手がつけています。さあこの決勝ヒートはカデットオープンクラスは15ラップということで、まだまだですね予選ヒートと比べて 1.5 倍のラップ数がありますから先は長いですね。さあこの上位トップ2台中島総選手に対して上田選手が後ろにピタリとつける、少し間隔を空けて3番手にカーナンバー30番の石川選手がつけると、石川選手のすぐ後ろカーナンバー40番の石崎選手がつけています。石崎選手はその前を走る石川選手ロックオンといった感じでしょうか。さあトップは変わらず中島総選手、ピタリと上田選手が近づいてきましたね。上田選手が近づいてきた。さあレースですからねぜひバトルを見たいものです。さあまずこのトップ2台そしてその後ろ3番手争いの2台、この両者のね両バトルを見たいなと思います。さあ天気はですね朝結構風が吹いて
ね、誇りもすごかったですが、だんだん、ね、お昼を近づくにつれ風も収まり、今はもうかなり穏やかな天気になってきましたね。絶好のカート日和、レース日和と言っても過言ではないような、今日この素晴らしい天気、空を見ると雲一つないといった状況です。さあこの、ね、晴れやかな空のように皆さん、ね、気持ちいいレースをこれからじゃんじゃん展開してほしいと思います。さあこの上位陣動きがない、今のところ硬直状態で4周目に入ってきています。トップは変わらずカーナンバー31番 RT ワールドの中島壮選手、2番手にはカーナンバー14番ガレージ会と上田亮太選手、これ2人とも今年ヘルメット新調したんですかね。まあ、中島壮選手はね、大きくイメージを変えないながらもメッキ調になったのかな、少しねピカピカしましたね。で上田選手も去年までね、ほぼ白基調のヘルメットからなんか塚田パパに塗ってもらったなんて話をちらっと耳にしましたが、ヘルメットね上田選手もペイントしてきました。さあこのね、まあ、言ってみればドライバーのねトレードマークになるものですからね、そろそろ今年はねトップ争いするぞっていう意気込みも込めて上田選手もヘルメットペイントしてきたのかななんて僕は思うんですが、どうなんですかね。さあトップは中島壮選手、上田選手はずっとチャンスを伺っている感じですね。さあ3番手にはカーナンバー40番の石崎選手が単独走行、同様にその後ろ4番手にもカーナンバー30番石川選手単独走行となってきています。さあ先ほどはね予選ヒート逆の立場だったのが、ここは決勝ヒート入れ替わりましたね。どうなるんですかね、本当にさっき最後のワンチャンス、2週前か9週目で、動きがあったという予選ヒートでした。さあこの決勝ヒートはこのまま最後まで引っ張るのか、途中で動きが出るのか、さあこのあたりの駆け引きはね本人のみぞ知るといったところです。今ねこの動きかかっているのが2番手を走るカーナンバー14番上田選手の動き次第といったところでしょう。6周を終えて7周目に入っていきました。さあこの決勝ヒートカデットオープンクラスレースも中盤を迎えているといった局面です。さあ動きがないですよ。これはねあえてのこの展開かもしれません。さあ3番手を走る、しかしカーナンバー40番石崎選手が前トップ2台に対してタイム少し速いペースのラップタイム刻んでますね。こうやって見ていても少しずつではありますがね、少しずつでも確実に石崎選手前の2台追いつき始めてる感がありますよ。レースもね間もなく折り返し地点というところですから、この3番手走るカーナンバー40番石崎選手にもこれチャンス巡ってきそうですね。トップ争いをする権利巡ってきそうですよ。さあこの次のねラップ、この前の周は前の2台に対して100分の3秒程度速いペース。さあこの8周目を終えるところで前の2台に対してやはり速いペース、コンマ1秒とは言わないがコンマ078秒、これぐらいのペースでじわりじわり確実に毎週追い上げてきています。さあここはね難しいですね。本当にこれ上田選手仕掛けちゃうとこれはこの3台の展開になる、まあ、見る方としてはねこの3台のバトルっていうのをちょっと見てみたいものはありますが、戦う方としてはねリスクは避けたい、これが本音でしょうから、ここで勝負を仕掛けずこのまま行くのか、でも何にしても残りラップ数考えるとこのペース配分だと最後には追いついてくるのかな、3番手の石崎選手追いついてくるのかなという展開です。さあカメラにもねさっき映像にはあまり映り込んでこなかった石崎選手が確実に同じフレームの中に映像では映ってくるようになってきましたよ。さあトップを走る中島選手は安定した走り、同様に上田選手心理的にはこうなると上田選手の方が有利でしょうね。落ち着いて前の動きを見て走るとペースも後ろの人間の方が合わせやすいですからね、前に合わせてペース配分をしているという展開かもしれません。
さあ現在10周目の6コーナーを抜けていきました。さあ4番手以降はですねもうほぼ単独状態なのかな、少しばらけた感がありますね。さあ現在4番手ドライバーカーナンバー30番の 石川選手がモナコヘアピンと、その他大きく間隔を空けてきました。さあこの辺りで再びねちょっとトップ争い戻してみると、3番手を走る石崎選手がハイペースペースが上がってきましたよ。さらに距離を詰まってきましたから、この辺りからねスリップストリームが効いてくるはずですから、さらにペース上げてくる可能性があります。心理的にも当然3番手の石崎選手は追いついてきてるということで、テンションも上がってくるんですよね。ドライバーこうなってくるとテンションが上がってくるというところで、今まさにテンションが上がってきたところだと思います。今ねちょうど残り周回数もこれで残り4周になるといったところで、これは面白くなってきそうですよ。タイム的にもトップ2台が42秒87で走っているところを、3番手石崎選手は42秒46ですから、もう抜群に速いタイムでもう迫ってきましたね。もう3台等間隔になりましたよ。もうあっという間にテールトゥーノーズ。さあこの後どういう風になってくるか、ペース的にはもう石崎選手のペースが速い。さあ12周目のモナコヘアピン、さあ大きな局面を迎える場面になりそうですよ。さあ上田選手に対して石崎選手が1対1コーナー、さあ3台横並びになりそうだ。その前にね上田選手が前の中島選手に仕掛ける動きがありました。さあ一瞬ね3台横に並びそうな動きでした。さあ行きましたね、石崎選手が行った3コーナーで仕掛けた。さあいよいよねレースもこれは後半戦になってきますからね。さあカーナンバー40番、まあ計測機上は取れてませんがね、このトップ争いなんでちゃんとしっかり見てますから、その辺はね聞いてくれる方ご安心くださいね。現在トップはカーナンバー31番、2番手にカーナンバー40番の石崎選手が2番手を走行中です。3番手にカーナンバー14番の上田選手ということで、上田選手は順位を1つドロップさせてしまいました。さあトップはカーナンバー31番中島選手、終始トップを守っています。現在14周目、残りは2周です。残りは2周、周回数が少なくなってきました。さあ2番手に追い上げてきたのが石崎選手です。さあペースは石崎選手の方がこうね遠目から見ても速いですね。さあ現在トップは変わらずカーナンバー31番中島壮選手、ファイナルラップに入っていきました。さあ石崎選手がピタリとつけてきた、伺っているインを伺っている石崎選手。さあ3コーナーで行く、石崎選手が行った3コーナーで仕掛けた。さあここに来てトップに立ったのは石崎選手。さあ中島選手インを伺う、さあサイドバイサイドだ、うわ3台横並びだ。さあ誰が行く、上田選手が入った、あー軽く当たってしまった。さあどっちがトップでゴールする、さあイン側中島壮選手だ、優勝だ。上田選手離さだ、離さ、惜しい。2番手には上田亮太選手、さあ3番手にはカナバ30番かな、あーまあ、あーこれもレース、あーでもね気持ちが良かったな、お互いみんなねすごくね負けたくないという気が出てるし、フェアプレーのいいバトルだったと思います。さあこのね今日の激戦を制したのはこのドライバーでした。ピットに戻ってくるまでちょっと待ちましょう。カーナンバー31番の中島壮選手がメインスタンドの前を抜けていきます。さあいいレースでしたね。さあここで改めて優勝はカーナンバー31番
中島壮選手でした。おめでとう。